はい。今日もとっても大事なことをやるからよーく聞いてね。一番上。We must eat breakfast. こんなの知ってるよね。そう、私たちは朝ごはんを食べなくてはいけません。でもね、must じゃなくて、その右側。We have to eat breakfast. これも何々しなくちゃいけないということなんです。have 持ってるってことじゃないと思うかもしれないけど、よく見ると後ろに to がくっついてるよね。この have と to がセットになっていると何々しなくちゃいけない。で、読み方もね、have to って言いにくいので have to 負の音になっちゃいます。We have to eat breakfast. これも朝ごはんを食べなきゃいけません。その下、I must do my homework. あ、ちなみに、宿題をするっていうとき、study 使わないよ。do を使うんだよ。私、僕、宿題しなくっちゃ。で、今習ったばっかり、have to を使っても言えるんだよ。I have to do my homework. Okay? はい、では本文いきます。Number one. せーの。A week ago, Fred read an exciting notice on Humpty and Dumpty's restaurant door.notice これはお知らせ、気がつくっていうのでやったかもしれないけど、お知らせっていうね。一週間前、このアゴがつくと前だよね。もし、じゃあ二日前だったら、そう、 two days ago。 で、一週間前、フレッド君はドキドキワクワクのお知らせを読んだんです。どこに貼ってあったかっていうと、 Humpty and Dumpty's restaurant door、 ドアに貼ってあったんだね。内容はね、せーの、Children's Cooking Contest. If you want to take part in the contest, please send an email to the restaurant. はい、take part in。 何々に参加する、この3つの単語全部で何々に参加する。だから、I want to take part in a swimming race.って言ったら、競泳のレースに参加したい。I want to take part in English speech contest. 英語のスピーチコンテストに参加したい。これはこのクッキングコンテストに、あ、if は?うん、もし、もし参加したいなら、send もやってるよね、散々。うん、送る。昔覚えてる?そう、sent。ここは送ってくださいね。レストランに E メール送ってください。さあ、チャンピオンは何をもらえるのかな?せーの。The winner will get 10 free ice cream cones in August. Wow! free というのは、そう、自由なっていう意味わかるよね。あとは、ただのっていうこと。ここは、無料の。8月になったら、アイスクリームコーンっていうのは何ていうのかな?あのほら、三角の、ウエハスの三角のみたいのに乗っかっているアイスクリームね。あのカップとかじゃないやつだよ。8月に10個タダでアイスクリームコーンがゲットできるよ。一番暑い時に嬉しいね、これは。はい、次、ready go. You have to finish cooking in 20 minutes. ほら、出てきた。何 ?You have to finish cooking.そう、お料理を終える必要、あ、終えなくてはいけません。in 20 minutes は?そう、20分で、20分のうちに、お料理を終えなくてはいけない。はい、次も、ready go. To win the prize, you have to cook healthy food. いいね、いいね。win は勝つだよね。勝ち取る。prize は賞品。この場合は、ただのアイスクリームです。さあ、なんて訳す ?to がついてるよ。to win the prize。そうよ。賞品を勝ち取るためには、ため、ね、to だから。healthy って日本語になってるか。そう、健康な、健康な食べ物をお料理しなくてはいけません。もう一回せーの。to win the prize, you have to cook healthy food. はい、次せーの。you may use the gas stove or the oven in the restaurant kitchen. あのね、gas stove っていうのは日本で言ったらガスレンジ、お料理するところね。
で、オーブンはみんなのお家にもある普通のオーブンだよね。そのどちらかを、なんだっけ、you may use me だよ。うん、久しぶり。してもいい。それは使ってもいいですよ、と。で、次のなみなみ線はね、日本語にしてきてほしいんです。でも一緒に読もうね。せーの。Fred became excited and decided to take part in the contest to get the ice cream. この to はするためだよね。ためにだよね。ヒントを言ってしまいました。日本語で言えるように。はい、次。せーの。Maria, Meg and Pablo are going to join the contest.うん、強敵現れる。全部で4人が参加するみたいだよ。はい、ナンバー2。自分で読んでほしいんだけど、わかりにくいのが、まあ、フレッド君はここ、初めの文に書いてあるよね。ハットドッグを作るみたい。バンズっていうのはパンのことだよね。で、その次に、メイドカットっていうのがあります。これは切れ目を入れる。まあ、パンに切れ目を入れてそこに挟むんだもんね、ウィンナーね。で、each というのはそれぞれという意味。英検を受ける人、each other で覚えたと思います。お互いに。で、これはそのパンが何本かあるとして、何個かあるとして、それぞれに切れ目を入れた。一個ずつね。あとは、frying pan って何だと思う？これ、r の fry と l の l の fly で違うよ。飛ぶわ。L だよね、fly。スーザンがやるね。fry はフライドポテトの fry。焼くとか揚げるって意味。油で焼いたりとかね。で、frying pan はフライパンだよ。で、覚えるところ。wait a minute は前やった。ここは wait a second。second って2番目のって意味だよね。ここでは違うの。1秒ってこと。1秒待ってね。ちょっと待ってね。っていうことです。それから読みにくいのはケチャップとかソーセージっていうのがね、読めるといいですね。はい、次文章いくよ。せーの。It took me only 8 minutes. すごい大事。It は意味がないの。これ時間のかかり方を表す表現です。例えば、It takes, そうね、5 minutes って言ったら5分かかります。ここは昔、It took. で、僕に8分かかったよ。me が入るね。it took me only はね、だけだよね。じゃあどういうことだと思う？そう。僕には8分しかかからなかったよ。確か20分の制限時間があるけど、全然20分なんかいらない。僕には8分しかかからなかったよ。はい。次の行、せーの。Fred was proud of his hot dogs.はい、イコールに proud of で、何々を自慢する、誇りに思うということ。先生は I am proud of my students. みんなとってもいい子たちでお勉強一生懸命するから I am very proud of my students. フレッド君は何が自慢なの？何を誇りに思ってんの？それを自分のホットドッグが誇りに思えるんです。自慢してる。はい、次、マリアちゃん何を作ったかな？せーの。Maria was good at making pancakes. good at にイングで、何々が得意。ということは、作るのが得意でした。何作るのが？そう、パンケーキ作るのが得意でした。で、たまたまこれがジンジャー君のお誕生日だったから、ジンジャー君用に作ってあげたみたい。優しいね。はい、次の行何て読むのこれ。そう、brought という意味？うん、持ってきました。今の形は bring だよね。で、brought の次、a bar of chocolate。これは板チョコ1枚っていうこと。ね。would like to 次の行。would like to で want to をちょっと丁寧に言った言い方って覚えてください。だから、I want to eat だったら食べたいよ。もうちょっとできれば食べたいんですけど。だったら、I would like to eat. ね。はい。では、テストします。Number one. 一週間前。A week ago. じゃあ、何々に参加する。Take part in. じゃあ、送るの、今と昔。Send と sent。あ、そうだ。ちなみに、take part in 昔にしたらどうなると思う？
そうだよね。took part in。take の昔が took だもんね。はい。じゃあ、must じゃない方を使って。あなたは20分のうちにお料理することを終えなくてはいけません。Excellent. もう一回せーの。You have to finish cooking in 20 minutes. 間に合わなかったら一時停止しながらやるんだよ。はい、次。商品を勝ち取るためにはここまで。To win the prize. で、あなたは健康的な食べ物を料理しなくてはいけません。must じゃない方で。Exactly. You have to cook healthy food. この healthy 読みにくいよね。4級に万が一出てきたら読んで意味がわかるように。では全部いくよ。せーの。To win the prize, you have to cook healthy food. はい。なみなみ線は自分で日本語にしておくこと。それから number two。それぞれ一つ一つに。うん。each。じゃあ、each other でなんだっけ？そうだよね。お互いに。彼らはお互いに愛し合っていますとかいうときに they love each other 使うんだよ。はい、次。1秒待って、ちょっと待ってね。Wait a second. じゃあね、僕には8分しかかからなかったよ。わー、難しいの。もうこのまんま覚えちゃった方がいいね。せーの。It took me only 8 minutes. じゃあ、私には1時間しかかからなかったわ。せーの。It took me only 1 hour.じゃあ、私には5年しかかからなかった。せーの。It took me only 5 years. 5年に only がつくってことは何をしたんでしょうね。はい、次。フレッド君は彼のホットドッグが自慢でした。Fred was proud of his hot dogs. じゃあね、マリアはパンケーキを作るのが得意でした。Yes, Maria was good at making pancakes. みんなは何が得意かな？先生は I am good at growing vegetables. 今度教えてね。じゃあ持ってくるの今と昔。はい、bring, brought. じゃあ want to をちょっと丁寧に言うと何だろうね。Okay, would like to. 例えば、もうちょっとできれば、スイートポテトチップス。芋けんぴ食べたいんですけど、って言ってみて。So, I would like to eat more sweet potato chips. こんな丁寧に言われたらあげちゃうかも。はい、では2週目いきます。Number 3. 一緒に読みよう。せーの。Meg had a very thick slice of bread. A slice of, スライスは日本語になってるよね。一切れの。thick は何だったかな？そう、厚みのある。メグちゃんがとっても厚いパンを1枚持ってきました。食パンね。でね、次せーの。It had a dent in the middle. 別にデント覚えなくてもいい。これへこみ？だから先生もよくやるんだけど、厚い食パンの真ん中をちょっと取っちゃうの。でもそのまま食べてもいいし、そこだ、それにだけジャムを乗っけて別に食べてもいいしね。真ん中はもうちょっとこう取ってあるみたいだよ。真ん中にへこみがありました。はい、次、せーの。She put some broccoli, carrot, garlic, and a lot of cheese in it. あ、先生、エッグを抜かしているかもしれない。大変。一番大切なエッグも入れてください。She put egg and some broccoli だね、これね。卵も一つ落としてね、生でいいからね。それから、ブロッコリーや人参、ガーリックは何？ニンニクね。あと、たくさんチーズを上にね、乗っけたの。お腹が空いちゃう。次、せーの。Then she put the bread in the oven and set the timer. まあ、オーブンにもよるけど、2、3分で先生のところは出来上がっちゃうかな。そのままね、パンをオーブンに入れて、まあ、タイマーをセットしたと。それからせーの。The cheese melted and the vegetables became softer in the oven. もうチーズがとろーんととろけて、卵は半熟になって、
それからブロッコリーたちも柔らかくなるの。ただ柔らかいじゃないね。soft が softer だったら、うん、もっと柔らかくなりました。はい、次覚えるとこ、ready go。It took Meg 15 minutes to finish cooking. 前回やったね、It took me only 8 minutes. これはどういうことだと思う？うん、メグちゃんには15分かかったわけ。何するために15分かかったの？ To finish cooking。 お料理を終えるために15分かかりました。もう一回読むよ、せーの。 It took Meg 15 minutes to finish cooking。 さあ、パブロ君は何を作ったかな？せーの。 Pablo was interested in cooking。 イコールに interested in、 前にもやったね、何々に興味がある。パブロはもともとお料理に興味があったの。だってほら、ママはさ、ミセス・ゴンザレスは、タコスの、何？キッチンカーでお仕事してんだもんね。はい、次、せーの。He often helped his mother make tacos。ママのお手伝いをよくしたんです。偉いね。せーの。First, he put big leaves of lettuce on the tacos。まずは、タコスの上にね、一枚、レタスの葉っぱ大きいのね、乗っけとくわけ。一枚じゃないかもしれない。先生だったらじゃかじゃか乗っけちゃう。はい、次、せーの。Then he fried beef, onion, tomato, and chili beans in the frying pan。この fried は、炒めるだったよね、油なんかで。で、ひき肉だね、このビーフはね。牛肉のひき肉、それからオニオンとトマトと、チリビーンズっていうような缶詰で売ってると思います。お豆。でも味付けがしてあるの、ちょっとスパイシーな。を一緒に炒めたと。はい、次、せーの。He put a filling onto the tacos and they were ready。フィリングはね、その炒めてタコスの中身になるものです。もうそのまま覚えなくていいです。フィリングをタコスの上に乗っけました。で、もう出来上がり。せーの。Pablo's tacos smelled spicy and delicious。 そう、唐辛子が入ってると思うんだよね、メキシコのタコス。だから、スパイシーで美味しそうな。はい、smell は何だった？うん、香りがする、匂いがする。スパイシーで美味しそうな香りがしました。ラスト、せーの。 It took Pablo 20 minutes to finish cooking。 もうわかるよね、ギリギリだったんだ。でも美味しいからいいんじゃない、ちょうどで。はい、 number 4、wait for でなんだっけ。そう、何々を待つ。この前見た動画の千と千尋で千尋が言ってたよね、 wait for me、 私のこと待っててよっていうのがね。はい、次覚えるとこ、ready go。 At last they came in with two envelopes。 この彼ら、 they は Humpty and Dumpty です。やっと、とうとう彼らが入ってきました。 with ってどういう意味だったっけ。そうだよね、何々と一緒にっていうのと、前回は使って、板を使ってイカダを作りましたっていうのがあったよね。あとはね、何々を持ってっていう意味があります。何々を持って、何持ってたの？うん、2枚の封筒を持って2人が入ってきたんです。で、その封筒の中にフリーアイスクリームクーポンズってあるけど、ただのアイスクリームのクーポンが入ってたんだね。でも封筒が2つってどうしてなんだろうね、読んどいてね。で、both Pablo and Meg、both 何々 and ふむふむになると、パブロとメグ両方とか、例えば I like both English and math って言ったら、英語と数学両方好きですね。もう分かっちゃったね、パブロとメグが両方買ったんだこれね。それから、せーの。 You have to eat vegetables。 そうですよ、どういうことこれ。うん、have to だもん、しなくちゃいけない、お野菜を食べなくてはいけません。パブロと、あ、パブロじゃない、フレッドとマリアのね、美味しそうではあるんだけど、 No vegetables だったからね。4番ちゃんと読んでおくんだよ。それではテストします。 Number 3、 溶ける、 melt。
じゃあ、めぐちゃんに15分かかりました。ここまで。Wow, you did it. It took Meg 15 minutes. 何するために15分かかったの？お料理を終えるために。To finish cooking. 全部つなげて、せーの。It took Meg 15 minutes to finish cooking. はい、パブロ君はお料理することに興味がありました。Yes, Pablo was interested in cooking. じゃあ、パブロには、まあ、お料理を終えるのにね、20分かかりました。そうよ。ほぼ同じだよね、めぐちゃんと。せーの。It took Pablo 20 minutes to finish cooking. はい、number four. イングなしで覚えようね。何々を待つ。そう、wait for で覚えましょう。wait for。はい、とうとう彼らは2枚の封筒を持って、何々を持っては一緒と同じだよ。入ってきました。Right. At last, they came in with two envelopes. 例えば、そうね、何にしようかな。キイチ君が2匹のワンちゃんと一緒に入ってきましただったら。そうそう、キイチ came in with two dogs. じゃあ、パブロとメグ両方。Again, both Pablo and Meg.じゃあ、あなたは、お野菜たちを食べなくてはいけません。マストじゃない方で。Right. You have to eat vegetables. みんなだったらクッキングコンテスト、何作ると思う？ちょっと考えといてね。それではまた明日。バイ。